いわゆる元徴用工訴訟をめぐり、日本企業が裁判所に預けていた供託金が初めて原告側に渡ったことが分かりました。韓国の最高裁が去年12月、日立造船に5000万ウォン、およそ560万円の賠償を命じた元徴用工訴訟をめぐり、原告側は今日、日立造船が裁判所に預けていた金を賠償と遅延利子の支払いに充てるため受け取ったと明らかにしました。日立造船は日韓請求権協定により問題は解決済みとして賠償金の支払いに応じておらず、2審敗訴後に資産の差し押さえなどの強制執行を防ぐため裁判所に供託金6000万ウォン、およそ670万円を預けていました。元徴用工訴訟をめぐり原告側へ日本企業の資金が実際に渡ったのは初めてのことです。